はい、どうもこんにちは、京子です。皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は側近性の高い副業、副業時間がなくても大丈夫ということについてお話をしていきたいと思います。私のチャンネルではこのように副業に関することだったりとか個人で稼ぐ力についての動画をたくさんアップしております。まだチャンネル登録をしていない方は今のうちにチャンネル登録、そして通知をオンにしていただけますと私の動画をいち早くキャッチすることができます。現在私の LINE の方では無料ゼミを実施しております。アフィリエイトやウェブライター、動画編集についてのゼミもですね、無料で受けることができますので、授業を受けてみたい方はぜひやってみてください。それでは今日も始めていきましょう。まずはじめに副業の時間がなくなる原因についてお話をしていこうかなって思います。副業の時間がなくなるのは大抵時間の無駄遣いに気づいていないっていうことが多いのかなって思います。無駄な飲み会だったりとか通勤時間、そして残業、テレビとかゲーム、こんな感じで無益な時間を垂れ流してしまうとですね、当然ながら時間はなくなっていきます。1日は万人に24時間与えられています。その有効利用と効率化をしないと副業とかで身になる時間に当てることって少し難しくなってきてしまうんですよね。しかし基本的に利益になるような時間の使い方をしていれば何ら問題はないんです。副業とか勉強とかね、自己投資する時間、そういう時間って未来のリターンを期待できるじゃないですか。それとは逆に無益な時間の使い方って一体どんな使い方だと思いますか？当然なんですけど、これはリターンのないものへの時間投資です。さっき言いましたよね、無駄な飲み会、通勤時間、残業、テレビゲーム、人と話して愚痴大会で得るものはないですよね。ただ移動とか残業するだけで得られるものもないですよね。確かにテレビとかゲームは楽しいかもしれないけど、それで現実って変わりますか？もし時間の使い方に迷うようであれば、今やりたいこと、これをやったら何が返ってくるのかっていうところを立ち止まって考えてみてほしいんです。いやいや、それは自分の趣味だし楽しみっていうのも必要じゃないかって、そういう意見もあるかもしれません。でもね、その意見も私大事かなっていうふうに思うんですけど、確かに最もだと思いますよ。だけど結局何を取るかっていうところなのかなって思っていて、そのお楽しみっていうところに時間を使いながら副業で稼ぎつつスキルアップもしていって人生も楽しむなんて、基本的には無理かなって私は思うんですよね。ご飯食べるときデザートを食べるのは最後だって私は子供の時に言われたんですよ。皆さんもしかしたら違うかもしれないんですけど、私はデザートは最後ねっていう風に言われたんですよ。だから副業で稼ぎたいとかビジネスを成功させたい、お金を稼ぎたいっていうことを優先したいのであれば、自分がやりたいそのお楽しみっていう部分は結果を出してからでも遅くないんじゃないかなっていう風に思います。ここからが今日の耳かくポイントになるんですけど、副業する時間がない人の時間捻出術についてお話をしていきます。確かに副業するってことは本業がありながら時間を捻出していって、そこで取り組んでいかなければいけないわけじゃないですか。とにかく多分時間がないと思うんですよね。で、私も子育てしながら、今となってはね、こう会社を経営しているのはこれが本業になってしまっていますけど、最初は本当に子供ね、おんぶしながら自分この副業に取り組んでたんですよね。そういった中、私がどうやって時間をひねり出していったのか、3つの手順でお話をしていきますね。まず1つ目、お金で時間を買うということをしました。食洗機、乾燥機、タクシー、高速道路、食材宅配、お掃除ロボット、シッターサービス、こんなことをですね、これ全部すべてお金で時間を買う行為なんですよね。いやいや、こんなん高くて贅沢だし私にはできません、そういった声も聞こえてきます。そう思うかもしれないんですけど、私よく考えてみてほしいなと思っていて、別にこれね、全部私が贅沢したいために購入したものじゃないんですよ。私は自分の時間っていうのが限られていると、その時間を有効活用しなければ結果を出ないと思ったんで、時間を生み出すために購入したんですよね。言ってみたら、その生み出した時間でこれにかけたお金以上の利益を出せれば別に良くないですか？ここに投資したお金が倍とかね、3倍とか4倍になって返ってくるわけですから、投資成功じゃないですか。食器を洗う時間が1日に15分だったとして、食洗機を購入すれば15分 ×365 日なんで、5475時間も食器を洗うっていう行為ですね、その作業を減らすことができるんですよね。次に2つ目が時間の浪費をやめるということですね。さっきもお話ししたんですけど、時間を使った先にどんな利益があるのかっていうのを事前に
考えてみるってことですね。まあこれやっても特に得るものないなってそう思うのであれば最初からやるべきじゃないかなって思うんです。例えば会社の通勤時間の中でもただ電車に乗っているとかただそこで眠っているだけじゃなくて読書をしながら通勤するとかどうしても断れない飲み会とかもあるのも私もわかります。だけど飲み会をするにしてもすでに副業で結果を出している人と集まるとかね、まあ、本業との兼ね合いでどうしても避けられないことがあるのであればせめて効率化をしていくっていうのも大事かなと思います。次に3つ目、徹底的にスキルアップへ時間を投資をしました。もう時間を生み出すために最強なことっていうのは自分自身のスキルを高めていくことです。貧乏暇なしっていう言葉あるじゃないですか。確かにお金持ちの方っていうのは時間にも余裕があります。じゃあなんでお金持ちの人ってお金があると思います？じゃあなんでお金持ちの人はお金があるのかっていうとスキルがあるからなんですよね。例えばスキルがあれば自分の作業の外注化することもできますよね。そうすればさらに時間が生まれてさらにお金が稼げる。ですからスキルアップのために時間を投資することでさらに未来の時間を作り出すことができるということなんです。空き時間にパチンコに行ったりダラダラゲームをやっていても時間は減る一方ですし増えることはないんです。とはいえなるべく時間をかけないで副業したいっていう方もいるかなって思います。これ実は副業にもタイプがあって時間をかけずに稼げるものもあります。副業にはねタイプがあるんですね。これは私がね副業全体を見渡してこんな風に分けられるかなと思ったタイプになります。お小遣い稼ぎ方、仕組み構築型、物販型、スキル型になります。側近性っていう観点で言えばお小遣い稼ぎ方とかスキル型が高いと思います。この仕組みを構築するっていうのは最初すごく時間がかかるんですけど、まあ、努力の積み重ねっていうところは必要になりますけど後で大きく返ってきます。もし時間をかけないっていうところに焦点を当てるのであれば側近性の高い副業を選んでいくということですね。おすすめなのはスキル型の副業かなと思っていてウェブライターとか動画編集、ウェブデザインやプログラミング、もうこれに当たるかなっていうふうに思います。まあ、セドリとかね、あとポイントサイトとかお小遣い型も確かに側近性は高いんですけどコスパはあまり良くないかなって思うんですよ。それに培ったものが他のものに活かせないんですよ。そうなるとずっとその労働しないと稼げないじゃないですか。ウェブライターとかはね汎用性の高いスキルかなって自分は思っていて、まあ、かつね側近性もものすごく高いですよね。ウェブライティングを今から学習して明日から収益化とかも可能だと思います。以前ねこちらの動画でもお話ししてます。30分ぐらいねSEO ライティングだったり記事の書き方についてお話ししてるので、まあ、これを元にですねもうちょっと学習しなければいけないかもしれませんけど、まあ、これをやってでウェブライターとかに挑戦すればすぐにお金になるんじゃないかなって思いますね。だからウェブライティングは一番汎用性があると思います。まあ、言ってみたらネットの世界で生きていくんだったら必ず持っておくべきデフォルトスキルなんじゃないかなって思いますね。まあ、言ってしまえばライティングができればブログも作れますし音声配信もできるし YouTube の台本だって作れるじゃないですか。まあ、しかもお金を稼ぎながら学習できるって最高ですよね。それでは今日のおさらいをしていきたいと思います。副業の時間がなくなるのは時間の無駄遣いをしている可能性があるということ。副業時間がない人の時間捻出術は3つです。1、お金で時間を買う。2、時間の浪費をやめる。3、徹底的にスキルアップへ自己投資。そして自分に合った副業の型を見つけて取り組もうということでした。まあ、そもそも論になっちゃうかもしれないんですけど時間がないから副業はできません、自分にはできませんって思ってるのであれば最初からやめた方がいいかなと思います。いや、空いた時間にちょっとやったら儲かるようなうまい話ってないと思うんですよ。もしそういう話があったとしたら詐欺と思っていいと思います。副業といってもビジネスですからね。今のライフスタイルから時間の使い道っていうのを洗い出して無駄を省いて有益なものへと時間投資をしていくということですね。まあ、その上で割と側近性の高い副業から始めてみてもいいんじゃないかと思います。まあ、自分にねどの副業が合っているかあまりわからないじゃないですか。まあ、現在ね私の LINE の方では副業適職診断というのもやっていますし無料のゼミも受けることができます。アフィリエイトとかねライターとか動画編集の授業も用意しておりますのでこちらの QR コードそして概要欄のリンクの方からぜひぜひ無料ですので受けてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。